ハロージャメビューアーズ、We are we sleep! イエーイ！ビストリップの発音が一番悪かった気がする。ビストリップってだってさ、どういう発音か分かんなくなる。正式なもんじゃないからね。発音はビストリップ。ビストリップ。ビストリップ。笑われてるけど。はい、じゃあね、質問が来てるんですけれども、はい、ニューシングル「ブラック&マーブルシティ」はどうしてこのタイトルになったのでしょうかという質問が来ております。これは僕から答えさせていただきます。まずブラックの部分が、心だったり体だったりのひびというか傷というかそういうものを表現していまして、マーブルが、複雑な心情というか、そういうものをこの言葉で表しています。で、まあ僕がその休んでいる期間といいますか、その時はですね、一人で街をさまよっているような、一人しかいない街をさまよっているような感覚だったので、このタイトルになりました。はい、じゃあ次の質問、はい、ファンのみんなにはブラック&マーあ、ごめんなさい、トモさんが回復段階にある中でブラック&マーブルシティの制作にあたり大変だった点をお聞かせください。これ僕ってことですかね。多分そうだよね。そうだな、実は、今回大変ではなくてですね、1曲目、2曲目、3曲目通して、僕のドキュメンタリーといいますか、全てがつながっているような作品になっているんですけれども、強いて言うならば、そのいかに悲痛に聞こえないかというか、悲しくなりすぎないようっていうのは気をつけました。はい、じゃあ最後ですね、ファンのみんなにはブラック&マーブルシティのどういったところを注目してほしいですか。じゃあこれはライトだとかとかですね。作曲っていう部分に関しては、イントロからエメロは今までなかったビストリップの一面というか、新しい一面からB メロはサビでまず今までのというか昔のビストリップのような雰囲気のあるメロディーで作っているので、それを B メロがうまく架け橋的な感じで流れるようにこう作られているのを注目してもらえたらいいなと思います。はい、みんな言いたいことあるから。ないです。ないです。あれ言いたいことあれ。あれ。それじゃあね、最後に、これを見てくれている方にメッセージを、英語で、英語でぜひ。俺英語一番得意だから。全然得意してない。だって一番最後まで学歴あるから。一番近い高学歴。大学中退が高学歴。やべえな。まあでもあれかな、やっぱりその日本語だけじゃ伝えきれない部分があったりするから、これから ね、みんなと会話できるようになりたいなっていう思いが、すごくすごくあります。それと、やっぱりね、こうやって応援してくれる方が海外にもいらっしゃるということがやっぱり誇りなので、これからもいろいろね、ビストリップありますけれども、5人で頑張っていきたいなと思うので、応援よろしくお願いします。お願いします。それじゃあビストリップでした。